この動画では限局性結節性家系性 FNAH の病態と画像診断について説明していきます。限局性結節性家系性は肝細胞がんと鑑別が必要な良性疾患で、肝細胞がんと診断されるのか FNH と診断されるのかによって良性と悪性の違いがありますので、当然大きく治療方針が変わってしまいます。また FNH は非常に典型的な画像所見を示すため、画像診断が重要な役割を果たしており、我々が撮影する画像によって診断がなされると言っても過言ではありません。よって今回の動画の目標としては、 FNH の病態と画像診断の典型像を理解すること、また病態が分かれば必要な画像が分かりますので、それをもとに適切な画像を提供できるようになることを目標にお話ししたいと思います。キーワードについては以下のキーワードについてお話ししますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それではまず症例から見ていきたいと思います。21歳女性で腹部膨満感のある患者さんの症例です。 CT の動脈層において肝臓の S8 に非常によく染まる構造物が見受けられます。こちらの構造物ですが、中心だけが染まっておらず中心反根のような構造があります。また動脈層にもかかわらず、この部分の冠静脈と下大静脈が非常に染まっているのが特徴的です。平行層においては肝細胞がんでよく見られるような被膜のような構造物は見受けられません。続いて肝特異性造影剤である EOB を使った造影 MRI が行われ、動脈層で染まっているのは CT と同様ですけれども、中心の反根部については T2 強調画像で高信号、 T1 強調画像のインフェイズで低信号のようです。インフェイズとオポーズドフェイズを見比べてみると、内部に脂肪成分はないと思われます。この症例で特に特徴的なのが EOB の肝細胞層でしっかりと造影剤の取り込みが見られることです。周囲の正常な肝組織と同様に造影剤の取り込みが見られており、中心部の反根の部分だけが低信号で抜けています。この方は限局性結節性家系性 FNH と診断された症例でした。限局性結節性家系性はフォーカルノーデュラーハイパープラジア FNH と呼ばれます。肝内の限局性の血流異常に基づく肝細胞の家系性とされ、腫瘍ではありません。肝臓の良性疾患の代表例ですけれども、血管腫に次いで2番目に多いとされています。特徴としては慢性の肝疾患や肝硬変のない正常な肝臓に発生するというのが重要です。境界明瞭な分葉状の構造で通常皮膜は有しません。疫学としては若年女性に多く、女性対男性は8対1、30代から40代に多いとされています。基本的には安全なものと考えていいと思いますけれども、出血や悪性化は原則はなく、臨床症状としても無症状のものが多いですが、大きなものでは腹部腫瘍を自覚したり腹痛を呈するものがあるとされています。また大きさもそのままのものが多いですけれども、12から15% で増大、 9% で自然に退縮したと報告されています。続いて FNH の画像診断についてですが、 FNH は典型的な画像所見を示す場合が多く、画像診断が非常に重要な役割を果たしています。 MRI では T1 強調画像、 T2 強調画像、核酸強調画像で様々な信号強度をとりますが、周囲の肝臓と等信号の場合が多く、 ADCG は肝細胞がんに比べて高値となります。また核医学では FDG の集積は通常認めないとされています。 FNH は異常血管を反映して造影 CT や造影 MRI で動脈優位層で均一に造影され、早期静脈管瘤の所見を示します。また肝細胞の家系性を反映し EOB や SPIO の取り込みを示します。また中心反根は非常に分かりやすい所見で、造影 CT では遅延性の脳線、肝細胞層では低信号、 T2 強調画像では高信号、 T1 強調画像では反根部分は低信号となります。これらの所見のうち重要な所見について、ここから丁寧に説明していきたいと思います。FNH では中心反根、セントラルスカーが見られ非常に特徴的です。動脈層では低信号、平行層ではやや増影、T2 強調画像で高信号、T1 強調画像で低信号、肝細胞層で低信号となり、これらの信号変化は遷移性 NH 性成分を反映するとされ、組織的にはほぼ全例に見られますが、CT では約 60%、MRI では約 80% に見られたという報告があります。こちらは肝細胞層での造影剤の取り込みと中心反根による形状を示したものですけれども、
幹細胞層での取り込みに関しては 91.2% の症例で等信号から高信号になったと、そして一部が低信号だった症例がわずか 8.8% だったと報告されています。そしてこのように中心反魂があるわけですけれども、形状的にリングもしくはドーナッツのようなドーナットライクと表現されます。またこちらの文献では3つのタイプに分類しており、非常にちっちゃい中心反魂と周りの高信号、そしてこちらは分用上の中身が低信号の中心反魂プラス高信号の周囲、そして肝臓と比べて等信号くらいの中心反魂と周りの高信号というふうに分類しています。上の分類が 59%、 真ん中が 9%、 下が 32% と報告されています。こちらは造影 CT の動脈層になります。画像をスクロールしていくと FNH の部分が動脈層で非常に濃線していることがわかります。また画像をよく見てみると、この部分の中心反魂からこのような細い血管が出ていることがわかります。こちらをスポークホイールアピアレンスと言い、後で詳しく説明していきます。また動脈層ということで、このような腹腔動脈などが造影されるというのは当然ですけれども、この部分で冠状脈の部分が非常に強く濃線していることがわかります。動脈層にもかかわらず、このような静脈が非常に濃線されるというのは違和感があります。よく見てみると、この FNH の周りから血管が出ており、そちらが静脈につながっているということが確認できます。こちらはスポークホイールアピアレンスの部分に細い血管があって、そこから辺縁に行き、FNH 経由で静脈につながっているということを示し、動脈層で静脈が染まるということで、早期静脈管流といわれる所見となります。こちらは義肢側で後で作成したパーシャルミップですけれども、固有冠動脈の血流がこのように進んでいき、 FNH 内に入り、この部分を経由して中心反魂の部分に向かって血流が進んでいることがわかります。このような血管の情報に関してはパーシャルミップを作ると非常にわかりやすいです。また当然ですけれども、同様に早期静脈管流も非常にわかりやすいため、後でこのようなパーシャルミップを再構成することは非常に効果的です。 FNH は局所の血流異常に対する反応性病変ということで、血流異常を画像で検出することは非常に重要です。異常血管を反映した像としては、動脈優位層で濃線することと、スポークホイールアピアレンス、早期静脈管流があります。こちら動脈層ですけれども、こちらの動脈層優位で、このように非常に染まり、中心反魂で黒く抜けるのが特徴的です。また、FNH の栄養動脈は、まずこの中心反魂のところからスタートし、このように外側に向けて流れていき、直接静脈につながるという特徴があります。そちらの流れをこのような自転車の車輪のスポークとホイールに例えて、スポークホイールアピアレンスと言います。中心反魂から外側に行くというのが重要で、それに対して幹細胞がんの場合には球心性、つまり外から内に流れるということで、この2つの血流の流れが違うということが非常に特徴的です。幹細胞がんの場合には早期脳線を示した後は静脈などとはつながっていないので、周囲に染み出していくコロナ用脳線が得られます。コロナ用脳線に関してはこちらの動画で少し解説していますので、こちらの動画も参照いただけたらと思います。それに対して FNH は直接静脈につながるため、コロナ用脳線は通常示さず、コロナ用脳線のあるなしで幹細胞がんとある程度鑑別することができます。また中心反魂から外側に行き、直接静脈につながるということで、動脈層にもかかわらず冠静脈が非常に強く濃線される早期静脈管流所見が得られます。こちらも非常に重要な所見です。撮影する側としては、このようなパーシャルミップを作っておくと、このようなスポークホイールアピアレンスや早期静脈管流が非常にわかりやすいので、このようなパーシャルミップの MPR を作っておくと、毒液が毒液しやすくなる可能性があります。続いて EOB と SPIO の造影剤の取り込みについて説明していきます。 FNH は幹細胞の下形成ですので、正常な幹細胞があり、 EOB の取り込みを示します。 EOB は OATP と呼ばれる造影剤の運び屋さん、トランスポーターによって運ばれるため、
そちらが正常に発現している FNH では9割以上の症例で等信号から高信号を示すとされています。時にこのハンコンの周りのトランスポーターの発現が弱い場合にはこのような中心ハンコンが目立ちリング状もしくはドーナツライクと言われる形態をとります。 SPIO は超常時性酸化鉄製剤と呼ばれる鉄剤ですけれどもクッパー細胞に鈍色されて取り込みをされる造影剤ですけれども FNH の場合には同じく幹細胞の下形成ということで幹細胞内のクッパー細胞の存在を反映して T2 強調画像もしくは T2 スター強調画像で取り込み部分の信号が低下します。こちらの症例は肝臓の部分はもちろんクッパー細胞が存在しますので信号が落ちていますけれどもこの FNH の部分も同様に信号が落ちていることが確認できます。しかし SPIO の場合には取り込みが軽度な場合には視覚的評価は EOB に劣るとされ EOB と SPIO の評価の良し悪しでは EOB の方が勝ります。取り込みが軽度で分かりづらい場合には背筋組織とのコントラストとノイズを用いて客観的に評価することによってしっかりと信号が低下しているということを数値で確認するといった工夫をすることによって正確な評価ができる場合があります。ここからは非常に細かい知識になりますので参考程度になると思いますが拡散強調画像についてです。 FNH の 78% 程度の症例で拡散強調画像が高信号になると報告されています。特に重要なのが見かけの拡散係数 ADC 値でこちらは FNH の平均 ADC 値ですけれども 1.46×10−3 乗、正常な肝組織の ADC 値は 1.52×10−3 乗ということで FNH の平均 ADC 値は正常な肝組織よりも優位に小さいことが報告されています。こちらの画像でも正常な肝組織に対して少し FNH がローに見えます。また FNH と鑑別を要する疾患で HCA 肝細胞腺腫がありますがこの2つの鑑別に拡散強調画像が役に立つ場合があります。 FNH の平均 ADC 値 1.46×10−3 乗に対して HCA の平均 ADC 値は 1.3×10−3 乗ということで FNH の方が ADC 値が優位に大きいことが報告されています。カットオフ値を 1.37×10−3 乗で切った場合、感度 70%、得意度 76% で鑑別が可能であったということが報告されています。こちらは全然完璧な鑑別方法ではないですが、FNH と HCA は非常に似たような画像所見になることがありますので、そのような場合にこのような知識があると鑑別の役に立つかもしれません。続いて FNH の治療方針について見ていきたいと思います。こちらはアメリカ、ブラジル、ヨーロッパのガイドラインを示したものですが、診断においては CT もしくは MRI が特に重要な役割をしており、造影超音波 CT-MRI の組み合わせで得意度ほぼ 100% で診断ができます。その中でも特に MRI が診断能が高いとされています。治療方針に関しては、すべてのガイドラインにおいて症状がない場合は特に原則治療は必要ないというふうに記載されています。症状や隣接臓器の圧迫があるほどのサイズの場合があるときのみ外科的治療が考慮されます。よって FNH の場合は基本的には治療が必要がない安全な疾患ということになりますが、問題なのは悪性腫瘍と誤って手術がされてしまうということがあります。当然手術もリスクを伴うことになるため誤って手術がなされてしまうということはどうしても避けたいところです。そのために画像診断が非常に重要な役割を果たしており、我々が提供する画像で総機能性がしっかりと示されており、中心ハンコンがわかる適切な分解のような画像を提供し、また早期静脈管流などの重要な所見がわかるような MPR を作成するなどによって、医師にこの画像は FNH の画像可能性が高いですよと適切に示す画像を提供することが我々にとって大事な仕事になってくると思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は限局性結節性下形成 FNH の特徴についてまとめました。肝臓の血流異常に基づく肝細胞の下形成であり、30歳代から40歳代の女性に後発する良性疾患でした。画像診断としては、血流異常を反映して、早期脳線、スポークホイールアピアレンス、早期静脈管流がありました。また、中心ハンコンを示し、肝細胞とクッパー細胞を持つということで、EOB と SPIO の取り込みがありました。撮影する放線技師としては、早期脳線があることということで、肝細胞がんと誤って診断され、
不要な手術が行われないようしっかりと画像で示すことが重要です。適切なタイミングでの動脈層の撮像、またスポークホイールアピアレンスや早期静脈管理が分かるようなパーシャルミップを作るなど工夫を行い、主治医や読影医が適切に診断できるサポートをすることが重要な仕事になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。